ナテグリニドは味のモト製薬株式会社により創生された蛍光糖尿病薬の一つ。日本ではファステックとして味のモト製薬製造第一三共販売スターシスとしてアステラス製薬より販売されている。海外ではストリックスとしてスイスの製薬企業のバルティスにより販売されている。ナテグリニドはミチグリニドデパグリニドなどとともに グリニド系と呼ばれる。新型糖尿病患者でのグリニド系、蛍光血糖効果薬の講師である。ナテグリニドは、水臓のランゲルハンス等 β ベータ細胞を刺激し、インスリンの放出を促すことにより、血糖値を効果させる。スルホニルーレア系の薬剤と同様の薬理作用を示すが、作用時間が短く、SU 剤と比べ、低血糖発作を起こしにくいことを特徴とする。 速攻型のインスリン分泌促進薬である。食前10分以内に服用する必要があり、食前30分前では低血糖を誘発し、食後では効果が減弱する可能性がある。最大血中濃度に達するのに約30分であり、半減期は1時間である。併用に際して注意が必要な薬剤として次のものが挙げられている。 添付文書に記載されている重大な副作用は、低血糖、肝機能障害、横断、心筋梗塞、突然死である。ありがとうございます。